間なの？そう、時間だよー。イエーイ、はい、お久しぶり、お久しぶり。マキオがおっていうのを入れてくれました。どうも、ジュレ西山でございます、はい、ジュレというものが大好きでね、ジュレって書いてあると食べたくなっちゃう。それで私はジュレ西山でございます。久々に紹介してみれば、そうだった、そういえばそうだった思い出したのよ。初めあかりなんかさ、私がなんでジュレ西山か知らんが、そうですね、なんか響きが好きなのかなって。そういう感じ、ジュレが好きなの。なるほど、ついつい買っちゃうの。そんなようにですね、私あの凝り性なんですよ。うん、うん、まあ、このメンバーはよく知ってくれてると思いますけど、何、うん、か一個やりだすとね、もう凝り性なんですよ。そっちの凝り性じゃない、そっちは大丈夫なんだけど、なんかね、お金までかけてね、ビャーっとね、買い込んだりしちゃうの。本当にね、ご迷惑ですよ。迷惑かけてないけどな、というつもりですけれども、うん、そこで今回はですね、何でもいいです。アーティストでも食べ物でも、うん、もうとにかく何でもいいので、幼少期から今日までドハマりしたもの、皆様に伺っていきたいと思います。はい、じゃあマキ聞かせて。はい、ドハマり、あんまりねハマる性格ではないんですよ、うん、広く浅くな感じなんですけれども、一番記憶にある古いドハマりは、はい、キティちゃんです。はい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 、キティちゃん同い年なんですけど、私年齢がバレちゃ う, ちゃう。キティちゃん初めて可愛いって思って、全て買い集めて、あのキティちゃんのパパもママもおばあちゃんもお友達もいとこもみんなの全員のお人形を買い集めて、へー、並べて、え、すっごいいたよ。覚えてない。じゃあ筆箱とかそういったものも全部全部。そんな時がございましたか、マッキー。ありました。ちょっと安心しましたね、逆に。確かに。あ、そうそうなんです。キティちゃん好きはみんなあのキティちゃん描いたおばちゃんみたいになるのかもしれない。ちゃうよね。派手なおばちゃんなのか。あ、そうか。うん、幸いにもそうはなりませんでしたけれども。そうですね、今はもうキティちゃん卒業。そういえば、そうですね、忘れてました。いまだにね。ね、今日すごいよね、キティラ、ね、男で好きなやつおるもんな。いるね、うん、まあ、確かに可愛いけど、可愛いけど何とも言えない。ご当地ものってまだ強いでしょ、キティちゃんね。そうね、ほうほうほう、ほか、次は。あとね、生まれて初めて買った漫画っていうのがありまして、漫画の本、はい、それしか買ってない。最初で最後の漫画の本ですね、うん、セーラームーンです。えー、セーラームーン世代、漫画やったの、あれ、大学生ぐらいかな。あ、その頃アニメがね、僕高校生だったから、そんなもんね、うん、え、その年でセーラームーン。そう、生まれて初めてハマった漫画。へえ、うん、なんか、うん、可愛かった。そうそうそう、可愛、うん、いもんじゃない、今でも、ね、そうだね、そう言われてみれば。あら、やだ、私そんな一面があったの。あんたみたい。あんたみたいよ。そうですね、これ、あ、ちょっと戻っちゃうかな。あとね、あの大好きな歌手、はい、尾崎豊にハマりましたね、うん、あら、やだ、あら、そう、握手、うん、しようか。そこ握手、うん、写真集も買い、CD も全部集め、はい、じゃあめっちゃハマりました。めっちゃショック受けたんじゃない。はい、友達からみんな電話が心配して、生きてる生きてるって電話があって、青山学院の前の歩道橋行った、行きました。あ、本当に。そうなんだ、すごい、行きました。へえ、尾崎、まあ、お皿やったよな。お皿って言うの。初めて聞いた。知らんけど、うん、はい、他にありますか。あとちょっとまたビューンと間が空いちゃうんですけれども、うん、映画、うん、シカゴ。おー、シカゴじゃないよ。また説明がいい。シカゴじゃなくてね、うん、シカゴはもう好きすぎてDVD を何十回見たんだろうっていうぐらい、もう一日中再生していたぐらい好きで、そう、セリフも一言一句覚えて。すごいな。そう、英語で。英語だね。あ、すげえ。そうそうそう、かっこいいだな、シカゴは。そう、すっごい好きでハマりましたね、うん、あとまたちょっとしばらくしてから今度ね、うん、今まで私ゲームっていうものをしたことがなかったんだけれども、うんうん、ゲーム機を手に入れた時に、うん、塊魂っていうゲームがありました。名作名作。私もやった。めっちゃやった。なんかね、うん、こうただただこうボールを転がしていって、うん、なんか
ボールをでかくしていくっていう面白い、ね、だけの街をね、ちょっと私酔うけどなあれ、あそう気持ち悪くなる、あれはハマってひたすら転がしました。一日中ずっと転がしてました。超面白い、はいはい、そんなもんですわ。はい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 、このペースでいくと相当な時間なんだ。よし巻いていこう、はい、あかり、はい、私は幼少期、まあ幼稚園の頃は泥団子作りにハマって、泥団子ピカピカにすんねんな。そうです、うんうん、サラ砂作ってめっちゃ磨いて、あったカッチンコチンのやつ、そうです、うん、カチコチで一回床に叩きつけて試すんですけど、やっぱり壊れて新しく作るみたいなのにハマりました。いいな、お金がかからない、はい、でその後に小学1年生の頃にアリエル、ディズニーのアリエルのキャラクターとしては、はい、プリンセスの中でやっぱり一番アリエルが好きで、やっぱ筆箱とかも、ランドセルとかもアリエルのものをちょっと値段が高いんですけど買ってもらったりとかして、はい、これアリエル一番人気だね。うん、大吉さんも好きやね。あ、そうなんだ。アリエルね。アリエルで、アリエルの歌が好き。あ、わかるわかる、うん。めっちゃ泣くもんね。泣くね。わかる。ディズニーシーター絶対泣く。話が膨らむ。はい、で、子供の頃は私、アウトドアだったので、うん、よく友達と遊びに行ってたんですけど、100円玉握りしめて、うん、駄菓子屋に行くのにハマっていて、で、その100円でどれぐらい量を変えるかみたいなのを挑戦してみたり、挑戦してみたり、それがアウトドアなんだ。外に出ていきますよ。外で遊ぶのが私としてはアウトドアだったんですよ。駄菓子屋に行くのはアウトドア、はい、アウトドアなんです。ドアの外ね、はい、で、私ずっと本が嫌いだったんですけど、うん、中学入ってからなんか読書の時間っていうものができて、うん、で初めて自分からねだって買ってもらった本が、うん、王様ゲームという金沢信明さんが作者の、うんうん、ちょっと怖いやつ、はい、ホラーで映画にもなったんですけど、うん、それにドハマりして、結構高校ぐらいまでずっと買い続けて、シリーズものなんですけど、やっぱり第一作が一番面白かったんですけども、うん、まあ結構買い集めて読んでました。ほう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 。でつい最近銀魂の実写映画にハマって、劇場に2回見に行って、で両親がレンタル屋さんで借りてきたのも見て、うん、つい最近自分で DVD 買いました。すごい。最初から買いなさい。はい、そのぐらいに好きになりました。以上です。はい、ありがとうございます。もう大学の途中で銀魂好きです。最高ですね。夏美が出てる。そうだ。見ました。はい。見ました。あの再現度がすごいね。はい、そうです。再現度はね。ヤギラさんがね、はい、好きなのね。はい。そうだ。はい、じゃあはるみさんお願いします。はい、私は。おしゃれに目覚めた頃がピンクとグレーの色にものすごくハマって、見るもの見るものピンクが良かったりグレーが良かったりで、他のものに全く目がいかず、もうそういう色ばっかり着てましたね。でなんかピンクを着るとすごく幸せな気分になって、なんかいいことがありそうな気がして、だからピンクはすごく今でも好きです。それでそれからもう仕事をするようになって、バリバリと仕事してた頃は、うん、なんかストレスがすごく溜まってたのか読書にハマって、うん、あの乱読なんですけど、うん、あの啓発文の本にまずハマり、とにかく自分を磨くっていうか、あの心理学の本から、うん、とにかくそうコミュニケーション力が上がる本とか、うん、とにかく本を読みまくり、うん、そのうちに刑事物ミステリー物にだんだんと流れ、うん、夜浮かんでくることがこの道具であの殺すときはこれすごくすごいすごいいいんじゃないかと思ったり、いろんなところにその殺人の時に使うような道具みたいな、赤の方に警察官が想像力っていう感じで、あのそうなっていってしまって、とにかく本題が大変でちょっと食事代をケチってた時がありました。図書館行きなさいよ。でそれで疲れたのか今度は気候にはまりまして、穏やかな自分になりたくて、こんな気候にはまり、あのしばらくそれを気候で何十年っていう感じですよね、やって、
まあ、歌詞はその中で気候と歌詞は関係ないですけど、やっぱりあの自分のゆとりみたいなもので歌詞はやっぱ長渕で人間という歌がすっごくいいんですよね。長渕のもうそれやっぱり人間はこうでなくなんかほのぼのとするような歌でその歌が大好きなんですけど、でまた今はまた元に戻って毎日読書を結構してて、この間ももう早くに寝ようと思っても面白すぎて寝れない、止まらない、結局最後まで読んで3時まで夜中に読みましょう、はい、という感じで、途中で長渕が出てくるちょっと我々とこう共通するもの、人間というのだけがこれをちょっと言いたかったので、曲がいい曲ですよって言いたかったので、そんだけ本を読んでやったらその大本会でね、いや文才がないのです、書いておいてください。じゃあしんちゃん、はい、まず幼少期からいきますと、はい、まあ、最初にハマったというのはもう筋肉マンですね。僕の世代はドハマり、金消しもいっぱい集めました。で、筋肉マンを読みたくてジャンプを買い始めて、そうすると筋肉マンじゃなくてドラゴンボールとかにだんだんハマっていき、こうあの頃黄金期だったのでね、北斗の拳とかセイントセイヤとかもあって、そういうジャンプ系の漫画にハマる子供時代でした、まあ、もちろん外でもいっぱい遊んでましたよ。虫取り行ったりザリガニ取り行ったり野球したりっていう中で、あとはまあ家で遊ぶ時はファミコンがちょうど出始めた頃なんで、スーパーマリオにむちゃくちゃハマった、ね、みんなハマってた、そうだね、というような、時代でした、でも青春時代に入るとだんだん音楽に興味が出始め、まず、みんなでハマってたのがやっぱり TM ネットワークとか、ブルーハーツとか、ボーイですね、この辺はもう一般の男の子と同じく大好きであと X ですね、まだ X ジャパンじゃなかった X だけだった頃の X ね、さっき最初の3つと X の世代が一緒に踊るじゃん、まあちょっと X の方が後ですけど、全然後やんね、一応あの大まかに区切ってますんで時間ないから、はい、っていうのに、そんな青春時代で、で大学から一人暮らしを始めて、こっから不思議なことに勉強を学校で強いられなくなってから、まあ大学ってちょっと緩いから勉強したくなって、なんか政治のことむちゃくちゃ勉強して、なんか超興味が、あと宇宙のことむちゃくちゃ興味があってむちゃくちゃ勉強したり、やたらこういろいろこうなんだろう、図書館に通ってはいろいろ勉強するような、自分で独学でにこう知識欲にこうを満たすことにハマる、そして、うち実家があんまりお出かけしなかった実家だったんで、その欲求を満たすためにやたら旅行に行くということにハマるというような、そんな大学時代でした、はい、あとまあ飲みに行くことにハマってる、ね、そんな感じですね、で、まあ、大人になってからはいろいろとこう今は仮面ライダーが好きと。なんか一番最初じゃないのかそれ。戦場外交。あれだ、大人になってからハマって、今も大好きなのはあれだ、美術だ、美術。美術鑑賞。美術館ね。美術館行って、これは何でか知らんけど、見たもんね。ハマってますね、今もね、必ず美術館で企画展は行こうとしてるし、っていう感じです。はい、ありがとうございます。じゃあ大木さんです。僕はちっちゃい頃はね、とにかく何か漫画とか読んだらいかんとか言われるような感じだったんで、ほんまに外に遊び行くのが多くて、淡路島にハマっとった。淡路島おハマるっていうのだから、西宮の家におっても早く淡路島に行きたい、淡路島に帰りたい、じいちゃんばあちゃんがおって、じいちゃんばあちゃんが好きやのもあったんやけど、で淡路におってやることって言ったらもう決まってんね、朝起きたら朝ごはん食べて海行って、魚取ったり貝取ったりして持って帰ってきて、ほんでお昼になったら近所で偽物の真珠でアクセサリー作ってるばあちゃんとこ行って下に落ちてるこの真珠もらっていいとか言ってもらって帰ってきたりとかして、それをおもちゃにしとったりとか、あと友達とその頃何やったかな、スーパーワン、なんか名前忘れると、そういうヒーローがおって、仮面ライダーですね、ちゃうね、男の子2人が合体して一つのヒーローになるのがあるんやけど、知らない、ボップっていうコッペパンぐらいの大きさのねその道具をバーン投げて、そこに二人が飛んでいったら合体するっていうやつやけど、淡路島には本当そのコッペパンぐらいの大きさの石がゴロゴロ落ちてて、それを空に上げて二人してあなーい、でそれがそのうち喧嘩になったらこの石投げ合いたくなってくるんだけど、結構血出してる、そんな感じでちっちゃい頃淡路島にハマって、淡路島はずっとハマってんねんけどね、結局
で小学校の時はスーパーカーが流行った時期なんで、スーパーカー消しゴムももちろんハマって、吉本新喜劇にハマって、で知ってる人も知らない人もいると思うけど、ロボダッチっていうプラモデルが卵型のね、うん、それがね、あの100円で4つついてる、プラモデルが。へー、それをあのばあちゃんに買うてもらって作ってたりとかね。あとドラえもんやな、ドラえもんな、うん、漫画、それだけは本屋さんに立ち読みしに行っとって、その頃立ち読み全部できたよ、本屋さんは。ほう。で中学校では自転車とバイク、吉本新喜劇とまた続いてますね、新喜劇は、はい、です、はい、うん、まあ、自転車はね、バイクみたいにして乗るのが好きやったっていう、バイクに憧れてやね、うん、で高校生の時はあの飛行機とか戦闘機とかバイクもやけど、乗り物系が好きで、この辺になんかこういろいろ調べとったかな。やっぱ旅はしたかったね。専門学校の時はもうカメラの勉強しに行っとったから、やっぱカメラにはまっとったし、で同じようにやっぱ旅はしたかったんで、それで写真とか撮りに対してましたし、でなんやかんや言うて、その海のそばにおる海のスポーツが好きなんで、素潜り系はずっとやっとったね。ここ何年かできてへんからちょっとしんどいけど、またちょっと行きたいなとは思っておりますけど、西山さんがね、海怖い人やからね、水が怖い人やからね、一緒に楽しむことができます、うん、あとはあれかな、今やったらもう刀ですよね、いやいや、そうですね、もうあるし、一挙に今にもめっちゃ飛んだないやいや、だってな、同じようなもんやもん、うん、そのやっぱ淡路島はずっとハマっとるし、旅行は遠慮したがっとるし、うん、吉本もね、そう、吉本も見たがっとるし長く持続してます、そう、それだとガンダムぐらいですかね、うん、そうそう、そんなもんですよ、はい、はい、時間ないんで、ありがとうございます、いっぱいあんな、あざみ、はい、私はですね、意外と昔好きだったものがずっと続いてるものが多いんですけど、はいはい、一番最初はやっぱ人形遊び、ただ人形遊びって言ってもミニチュアが好きだったんです、ちっちゃいやつ、変わらずじゃん、そう、だからもう本当にあの模様替えをずっとしてるみたいな、それが大人になるとネットゲームとかで箱庭ゲームがいっぱい出てきて、あとピンクとかね、今なりハマってますけど、もうほんと一日中やってるし、ヘビー課金ユーザーでした、ね、そう、豪華だもんな、ピグリは無理してないけど、その前にあったやつで、うん、ほんと月に 3,4 万課金してた、すごい、おいドハマリ、やばいドハマリ、でもそれぐらいミニチュアが好きで、今でもいろんなものを集めてます、うん、で中学入ってアニメ、まあ、小学校の頃から好きだったんですけど、アニメ好きがすごい高じて、多分私走りだと思うんですけど、コスプレとか同人誌とかやってましたね、うん、へー、と走、あ、世代的に走りか、うん、多分走りだと思う、うん、その頃まだそんなアニオタなんて言葉もないくらいで、すごいマイナーな感じで、そうやね、それが今こんなに市民権得てるのかと思って、そうね、本当に初代コスプレイヤーだよって言えるぐらい昔見なかったら神やね、妖怪のだ、今でも続けてたらね、ですね、で、あとはそうですね、アルフィーも中学の頃好きになって、ずっと好きですし、未だにライブ行ってますし、あとね、あの劇団四季のキャッツもすごい好きで、高校生の初演だったんですけど、それを見てこの間数えたらチケット36枚すげえ取ってやるのがすごいな、キャッツだけで36枚へえ、すごい、もう本当にすごく好きで、なんかドハマ、本当にこれもドハマりしてましたね。であとは、まあ、小説は昔から好きだったんですけど、いまだに絵本とかそのファンタジーの本とかは読んでるし持ってるし、絵本とかつい見ちゃうし、そういうところもずっともう本当にこれ子供の頃から続いてますね。小説なんかは好きな小説家ができるとその人のものを全部まず読むっていう、そういう感じです。で、まあお金がこうね、社会人になって余裕ができてきた頃にクリスマスカード、あの外国製のクリスマスカードがすごい綺麗じゃないですか、1枚3000円ぐらいするやつ、ああいうのをすごいハマっちゃって、未だにやっぱり見るとつい買っちゃいますね。であとね、ネットゲームで、ね、私ゲームは熱中してるからもうやらないようにしてたんですけどこれだけはすごかったのが上海、あの、あったー、崩していくやつ、はいはいはい、あれ本当にあの一日中やってて、ご飯の時間以外はやってて、もうね15秒ぐらいで全部崩せるぐらいすげー、すごい、だから走るよっていうのが、ランカーでした私、すげーハマりすぎ、ぐらいハマってました、もうあんまりやりすぎるから気にしてください、ね、すごいな、コツが知りたいね、動体視力がすごかったから、で、最近はですね、飛んで、あの一番最近でハマってるのはスパイス、
あのカレー作ったりとか、あとホワジャオってなんか最近中国のでしょ、あれであの白麻婆を作るとか、あと柚子胡椒とか、そういうスパイス系にハマってて、ちょっと今料理楽しい。あ、そうなの、はい、すごい。そんな感じでございます。最初人形遊びだから五寸首とセットのやつかとか、そう、それ人形遊びって言わないから出ました、おい遊びは本当深いよね、なんかね、深く深かったもんね。いや、私正反対でめっちゃ浅いんですけど、死ぬほどあるので、はい、ずっと行きますけど、はい、幼稚園の頃は、まあ、一番最初好きだったのはトコトコチコちゃんっていう人形があって、チコちゃん、そうそうそう、チコちゃん、なんか手にね、こう重いものを乗っけるとジジジジジジジって歩く、まあ、私がチコちゃんだったのでね、まあ、チコちゃんみたいな感じで、もう常にそれを抱いて寝てた。江戸時代のカラクリ人形、ね、はい、そうです、はい、それでいいです。で、キキララにハマり、はいはい、パティ&ジミーも、はいはいはい、ひとしきりなんか揃えてて、で、小学校入ってハマったのはモンチッチ。モンチッチです。年が生まれた、持ってた2年生ぐらいの時にモンチッチがもう激、もう大人気になって、で、買って買ってっつって、もう寝る時常にそれ、チコちゃん捨てられるみたいな。で、まあ、甲羅消しゴムでしょ、めっちゃ集めたでしょ、練り消しも流行って集めたでしょ、で、なんか急にポパイが好きになって、ポパイのパパパパパパのやつがハマって、あれすごい高いんだけど、なんかいっぱい集めちゃうっていうことがあって、で、食べ物カプリコね、カプリコ来ました。もうなんかお小遣い持ってカプリコ買いに行くみたいな、で、外で小粋に食べるっていうことをね、すごいやってた。で、中学入ってからかな、まあアイドル、まあ小学校のまたぎですけど、まあアイドル世代なのでね、全盛期なので、トシちゃんだったり、中学校またいだってこと、小学校のまたぎよりは熊内のおっさん方はボンボン。またぎじゃなくてね、アイドル、まあ、特にアキナちゃんがね、アキナちゃんね、私はマッキーは聖子ちゃんですね、私はアキナ派ですね、もうアキナちゃんはもう本当に追いかけましたね。で、あと中日ドラゴンズがもう熱狂的好きになっちゃって、はいはいはい、もう土曜日になったら、まあ、名古屋球場ですけどね、当時は、来てたら見に行く、応援しに行くってことしました。何コニコしてる、何何何、なんか言いたいことでも、うん、あのこんだけこっちは盛り上げても、はかりがもう全然わからない。知らない、世代が知らない、それは、はいってなった、知られる前ですよ、顔がおかしい。で、高校になってですね、もうこれが一番ハマったかな、一世風靡セピア、あ、来ましたね。もう私がもうファンクラブに入ったのは、もうこれがもう最初で最後みたいな。あ、そうなんだ。もう本当にハマりましたね、必ず見に行って。どなたが、言わないです、言わない、言わないです、行きましょう。で、バレーボールの日本代表選手も大好きになっちゃって、熊田さんという選手がもうね、そこは熊田さんがもう大好きでですね、すごい応援行ってて、で、またそのバレーボールつながりでお歌を歌ってた徳永英明さんにも超惚れ込んでしまいまして、あったね、フジフィルムの輝きながら、何これ誰ってもう超追いかけました。で、その頃に俳優さんとしては中村勘九郎さん、勘、まあ、三郎さんですけど、うん、もう大好きになっちゃって、もうそこからもう勘九郎さん命になりましたね。で、まあ、20代はですね、私東京行って超貧乏だったので、なんかこうね、お金をかけるっていうことはできず、かけたのは舞台鑑賞、映画鑑賞ですよね。ここばっかりに力を入れてたと思います。で、まあ30代になってから、遅いんですけども、ワンピースですね、ワンピースにハマってしまいましてですね、これのフィギュアは相当なことですね、大変や、ほんまに。新車がね、1台買えるぐらいね、使ってますんでね、ドハマりすぎて若干後悔してますけど。で、それとともにピクサー映画とか、昔好きだったアニメのなんかフィギュアとかも集めるようになっちゃって、もう未だにね、部屋がすっごいことになってますね。で、それが終わってミニオン来た、はい、もうミニオン大好きになっちゃって、最近ちょっとミニオンのやつも冷めちゃって、なぜかスヌーピー、あ、そうだ、もう見るもん買っちゃうスヌーピー、ここに来てスヌーピーってすごいよね。もともとずっと好きだったんだけど、またなんか再熱してしまって、で、あの食べ物はルッコラ、毎日でも食べたい。で、そのルッコラながらで今ハマってるのがガーデニングでございます。庭でピグのようなことをして野菜育ち、それはいい、トメイト、まあまあそれだけは許す感じで、そのような感じでございます。はい、はい、お付き合いありがとう。最後、安倍ちゃんでございます。まさか僕が最後だと期待してます。ですね、一番最初にハマったという自覚があるのは幼稚園の時で、これ言ったかな、ポケットティッシュ、うん、ポケットティッシュの柄をあるじゃん、なんか子供の時に、
あの可愛いやつとかかっこいいやつとかなんかそれを集めてて、で今でもちょっと残ってたりとかするんだけど、そう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 、それにハマったなっていうのが一番あの最古の記憶というか。でその後小学校の時に女子プロレスからのプロレス全般、ああそうだプロレスも大好きで、まあ、今も続いてるんですけど、うんうん、それを小学校の時かなっていうので、うん、でまた小学校でおにゃんこクラブにハマって、はい、レコードを買いまくってました、はいはい、本当にお小遣いで、なんか近くにレコデさんがあったんで、ね、買いに行ったっていうのと、うん、それと多分同時期ぐらいなんだけど、うん、心霊番組なんか昔よくやってたよね、ようやってた、でスポットとかもなんか本とか買ったりとか、ジボアイコさんとかやってた。だから小学校の自由研究ね、心霊スポットって書いたことがあって、で先生が困るっていう、あうん分かったみたいな、なんか反応できずにみたいなっていうのがあったりとかして、でそんな小学生だったんだけど、中学校の時にあのバレーボール部だったので、さっき言ってたやつで、うん、本当に富士フィルムとか、うんうん、じゃ女子もなんか大林さんだって中田さんとかの時代で、でその試合を本当に実業団から見に行くみたいな感じで、すごいね、やったり全日本も見に行ったしっていうのをやってましたね、はいはい、で中学校はそれで、うん、高校になってから金田一少年の事件簿漫画もう今ないんだけどね、もう全然で、その時になんか友達に借りてからすごいハマっちゃって、1話読んだらもう一気に全部買って面白かったっていうハマり方をしてましたね。もうそっからなんかそんなにあのがっつりハマることはなんかそういうね物とかだったじゃないんですけど、今でも続いてるのは餃子と餃子好きすぎて、なんかいっぱい店行くんですけど、やっぱ自分で作った方がいいっていうので、分かる分かる、でたまになんかもうね作ってきたりとかしますけど、餃子にハマってましたね。まあ今もそうなんですけど、でまあハマってるっていうのはどうかなと思うんですけど、今はドリカム、ドリカムね、ファンクラブに入ってるんですけど、なんでハマったのかなっていうのは思う。でも当初デビュー当初から、いや途中から、うん、中学校の時に一番流行ってる時で、あの世間がね、決戦は金曜日とかなんかなって、300万枚一番売れてるアーティストみたいな時に、まあ普通に聴いて CD も持ってたんですけど、で高校ぐらいの時に付き合ってる子がすごい好きで、これ聴いてみ、あ知ってるよって言って、で聴いてたんだけど、で別れた後になんか自分が好きだっていうのが、もともとそのソウルミュージックとか好きで、ちっちゃい頃から実はアースウィンドファイヤーとか、ちっちゃい頃からちっちゃい頃から好きで、そういうあのミュージックが、でその流れもあるんだけど、まあねドリカムもその流れを組んでいるバンドなので、でたまたま電話で吉田美和のソロツアーがあって、でちっちゃいところしか回らない、あのそんなんあったんだ、あったんですよ。でもう新聞にすぐ書いてあって、なんかファンクラブ予約とかじゃなくて、ファンクラブに入ってない頃に、あなんかあると思って電話かけたらすぐ繋がって、一般しかなくて、でそれがそのオゾンっていうライブハウスだったんだけど、もう今ないんだけど、そこの2列目だったんでね、いきなり、それがすごくて、あじゃあなんかこんなライブ見れるんだったらファンクラブに入らんと無理だなと思って入ったのがもう今だ、へえ、その電話がきっかけだね。そうだね、そう一気に繋がってよかった。今年30周年ですか、ね、30周年でございます、おめでとうございます、ま候補かみたいな、候補でございます、そうそうそうつけた子ね、そうだから今年はねワンダーランドっていう4年に1回のベストヒットライブっていうのが重なってて、そうなんですよ。でそのワンダーランドが週末にあるんですけど夏、その2日前の木曜日に、ドリカムディスコっていう、あのドリカムの曲をディスコっていうか大きい音で聴きましょうみたいなので、いいね、あるんですよイベントが各地あって、あの前いたりょうさんっていうダンサーの方も久しぶりに参加するっていうので、名古屋にも来るんですよね。なんかちっちゃいとこなんですけど、そのフロアででっかい音とダンスをみんなで聴こうみたいなっていうイベント
まだチケット取ってないですけど。聞くだけなの。自分もなんか踊ったりもすればいいし、ね、できるわけ。そう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 。へえ。そういうのもあったりとかね。今年はね盛りだくさんで、ファンクザピーナッツもね復活するしみたいなっていう。まあ何の話やってあるけど。まあそういうのがあります。そういう流行ってますね今でも。感じです。アンベちゃんがねファンクラブいてくれるから私たち ね、 そうなんですね、いつも撮っていただいてね、毎年見に行ったるもんね。お気に入りに今年も行けるもんね。行けるよ。8月行けますよ。ピピピの日ね、はい、ありがとうございます。いえいえ、とんでもないいつかねそんな方にね、そんな方々に会う日とかね、ドリカムとかね、そんなところに触れていけるパンジャーフォーマンスになりたいですね。はよせんと死んでまそうそうそうそっちでやばいやばい嬉しくて夢をでっかく、はよせんとあさみさんが死んじゃうあさみだけやべえ私だけかしらということで、はい、まあ、お金がいっぱいかかっちゃうのはねなかなか難しいですけど、ね、みんなこういうこだわりを持って生きていきたいですね、うん、はい、はい、どういうまとめだじゃあまた次回さようなら、バイキュー。